あれ、聞こえましたか？誰かがドアを蹴っているような音。来客の予定はないはずなんですけどね。ひょっとしたらお隣さんがまた庭いじりの道具を借りに来たのかもしれません。体を起こして下へ向かおうとしたその時、鍵穴から金属をこするような音が聞こえ始めます。あなたは恐怖で動くことができません。ものの数秒でドアがカチリと開く音がします。さあ困った、あなたは一人暮らし。しかしまずは家に侵入者がいる確証を得るところから。相手がいた時のことを考え静かに行いましょう。家の外を覗き痕跡を探します。怪しいものはありませんか？見知らぬ自動車が家のそばに止まっていたり、足跡があったり、窓が割れていたり、フェンスのゲートは開けていましたっけ？家の中にも痕跡が残されているかもしれません。探す間は絶対に注意しましょう。相手から姿を見られてはいけません。普段つけていたはずの電気が消えているかもしれません。床の上にそれまでなかった泥がついているかもしれません。音にもよく耳を傾けましょう。足音や人が動く音、扉のきしむ音がするかもしれません。あ、今聞こえませんでしたか？あなたのティーテーブルに誰かがぶつかりました。どうやら本当に何者かが家に侵入しているようです。となれば次のステップは安全にこの家から脱出すること。可能であればスムーズに出ていきましょう。玄関や裏口、窓、どこから出ても構いません。多少危険であっても外へ出られるならそのルートを使うべきです。怪我は命に比べれば軽いものですから。脱出が不可能だという時には鍵のある部屋などに立てこもりましょう。寝室は空き巣などが真っ先に調べる場所。多くの人がここに貴重品を保管しています。ですから寝室からは離れた方が安全です。やむを得ない場合は寝室に隠れる必要があるかもしれません。その時は鍵をかけ寝たふりをしましょう。隠れられるのであれば身を隠します。バスルームは良い選択。空き巣の興味からは外れた場所です。静かにしましょう。空き巣が家の中で10分以上活動をすることは稀です。侵入者があなたの姿を見つけさえしなければ出くわす心配もありません。身の安全が第一ですから、動いたり物音を立てたりしてはいけません。安全を確保し隠れることに成功したらすぐに警察に通報します。ただし電話をかけるときに最初に伝えるべきは今の住所。万が一通報を終える前にトラブルに巻き込まれた場合、少なくとも急行すべき場所がオペレーターに伝わります。侵入者に気づかれずに行えそうであればその特徴を観察しましょう。背の高さや体格、歩き方、髪の毛の色、人種、性別、年齢、その他気づいたことを伝えます。見つけられる特徴なら何でも役に立ちます。外に自動車があれば車種や色、ナンバープレートなどの情報を得ることができます。通報したらまた待ちましょう。体を一切動かさず侵入者が立ち去るか警察に救助されるまではその場から移動してはなりません。空き巣は適当に家を選んでいるわけではありません。彼らは侵入を気づかれることを嫌うため、ご自宅を空き巣が選びにくい家にする必要があります。家が開けた場所にあればよし。生け垣は外からの視認性が悪く、空き巣が選びやすい家の特徴となります。窓や入り口を隠してしまっている茂みなどは剪定しておく必要があるでしょう。年中かかわらず毎日暗くなったら電気をつけます。玄関や駐車場、庭、裏庭などとにかく明るく照らしておきましょう。こうすることで周囲が明るく見やすくなり、空き巣が寄りつかなくなります。また家に人がいるという印象を相手に与えることができます。空き巣側もできれば留守の家に押し入りたいと考えているはずです。すべての扉と窓に鍵をかけます。バスルームの窓は忘れられがちなので気をつけて。空き巣もそのことをよく知っています。鍵を忘れた時のために秘密の侵入口などを用意することはやめましょう。あなたが入れるということは空き巣も入れるということになります。家のすぐそばに木がある場合は枝を切り、窓への侵入ルートを消しておきます。はしごや道具類は物置に入れて鍵をかけておきます。
使わないものを出しっぱなしにしてはいけません。どれも家に侵入するために重宝する代物です。スペアキーの隠し場所は作ってはいけません。信用できるご近所さんに預けておく方がずっと安心です。新しい家やアパートに引っ越した時は鍵の交換を行いましょう。ドアは新しめのしっかりしたものであること。古く弱い扉は簡単に破れるため空き巣を呼び寄せてしまいます。書類や小切手、領収書などはそのまま捨ててはいけません。空き巣がゴミを漁り、あなたの経済状況を把握してしまうことにつながります。書類はシュレッダーにかけたり破ったりして捨てましょう。買ったばかりのプラズマテレビや高価なスマホ、ノートパソコン、金時計などの箱を家の前に捨ててはいけません。裕福であると悟られない方が良いのです。家の番地は大きく見せておきましょう。警察やその他の救助が家を特定しやすくなります。監視カメラが設置してあったとしても安心はできません。カメラはあくまでも犯行後の証拠を映すためのもので、犯行自体は止めてくれません。空き巣の多くは家主の休暇中に起こります。ですから家を長期間留守にする情報を空き巣に知られてはなりません。留守にするときは家に人がいる気配を残しておきましょう。ご近所さんには留守にする旨を伝え、時折家の様子を見るようにお願いしておくと良いでしょう。その家に現在人がいるかどうかを確認するために、空き巣は郵便物をチェックします。郵便受けがパンパンだとしばらく人が帰っていないと思われてしまいます。留守にする際はご近所さんに郵便物の回収を頼みましょう。新聞やチラシが何部も残っているといないことがバレバレです。空き巣はまた家にマークをつけることがあります。戸口にペットボトルの切れ端をくっつけておき、数日観察してもそれが取り除かれていなければ彼らは家が留守だと判断します。ご近所さんにはそのようなものにも気をつけておいてもらいましょう。例えばあなたの家の前で車から降りてもらうようにお願いしておきます。こうすることで来客がある様を演出することができます。しかしそれでも数日間家が静かであればやはり留守だと思われてしまいます。照明やラジオ、テレビなどのタイマーを設定し、1日に数時間つくようにしておきます。長期の間留守にする場合は、庭の芝生の手入れや水やり、雪かきの手配をしておきましょう。休暇中は行き先からの写真をアップすることを控えましょう。空き巣もまた SNS から情報を集めています。アップするのが個人のアカウントだったとしても安心はできません。今時の空き巣はハイテク。彼らは裕福な人々のアカウントに侵入し、留守の時期を特定することができます。空き巣は家に押し入る前にしばらく観察を行います。あなたが帰宅する時間や留守にする時間を把握するのです。いたずら電話がかかってくる場合は、あなたが家にいない時間帯を探られているかもしれません。人感センサーの照明がつかなくなったと感じたら、すぐに原因を調べましょう。故障や停電ではないかもしれません。空き巣が家への電線を切断する場合もあるのです。扉にも注意しましょう。鍵周りに引っかき傷があったり、鍵で開けるのがスムーズにいかなくなったと感じたら、それは何者かが家に侵入しようとしたからかもしれません。すぐに鍵の交換をするべきです。空き巣の仕事は玄関をノックするところから始まります。その時にたまたま家にいた場合は、正しいセリフで相手を撃退しましょう。家にいるのが自分一人ではないことを相手に伝えます。例えば、代わりに出てくれないと言ったり、またお子さんがいる方は大人の同伴なしに玄関を開けないよう教えておくことも重要です。